こんにちは、高明です。電車と飛行機を乗り継いで沖縄にやってきました。今回はですね、2024夏の沖縄旅ということで、沖縄でロードスター専門でレンタカー屋さんをやっている58ドライブさんで ND ロードスターを借りて沖縄をドライブしていく、そんな感じの旅をしていこうと思います。で、前回来た時はね、 NA ロードスターと NC ロードスター、これで沖縄を走ったんですけど、今回は現行型の ND ロードスターです。これもずっと乗ってみたかったんで、すごい楽しみですね。ということでね、今58ドライブさんに向かって、ロードスターを借りに行っております。今朝の8時です。いやー、8月の沖縄ね、ちょっぴり暑いというかね、まあ、涼しくはないですけど、早速ロードスターを借りに行ってきます。58ドライブさんまではこっから2、3キロあるんですけど、今日はね、このレンタサイクル、沖縄で結構いろんなところに置かれているレンタサイクル、これを借りて58ドライブさんまで向かいます。15分100円で借りられて、ここで借りて、あの自由なところ、自由な返却場所があるところで返せるのですごい便利なんですよね。はい、こんな感じでアプリの画面からこの自転車を選んで、予約でお金を支払ったら、この解錠ボタンを押すと、はい、こんな感じで鍵が開いて借りることができます。ということで58ドライブさん向かいます。今日はマジでいい天気なんですけど、ちょっとロードスターでオープンにしたら暑そうな天気ではある。まあ天気はいいに越したことはないんでね、 GTR だ、まあよしとしましょう。隙を見てオープンにして走りたいなと思ってますね。58ドライブさんオープンしました。そして今日お借りするロードスター、 ND ロードスターも鎮座しています。かっこいいね。結構車高が低く見えますね。活かしています。いろいろカスタムも施されていて、ホイールはね、15インチにインチダウンされて、でタイヤはダンロップのディレッツァ DZ102、 これはもう最近交換したニュータイヤとのことです。インチダウンしてタイヤの厚みが増えたことで、結構ね、乗り心地は良くなってるみたいですね。その辺もちょっとこう楽しみながら運転していきたいなと思います。で、内装なんですけど、ステアリングが村上モータースさんというところのオリジナルのステアリングかな。で、あとはね、シートも変わってます。レカロシートが入ってます。この辺もね、走りのロードスターですね。なかなかレンタカー屋さんでね、これだけカスタムされているっていうのは珍しいかなと思うんですけど、それ以外にも富士坪のマフラーも入ってますし、エンジンコンピューターも村上モータースさん、愛媛のロードスターが得意なお店のところのコンピューター入ってるみたいです。でサスもね、ビルシュタインっていうところのね、青いサスが見えてますけど、ビルシュタインのサスを入れて足回りも決まっているという、車高はね、まあ、レンタカーということもあってほどほどにまとめられている感じですね。こんな感じのロードスターなんでね、僕みたいにこうドライブが好きな人にはマジでたまらない一台になってますね。今日はこれで沖縄を巡っていきます。本当にね、車とかバイクも好きなのかな、ちっちゃいバイクもありますね。こんな感じのお店になってますね。レースの写真が飾ってある。レース活動もねされてるみたいですね。なんか参加して、ロードスターでレースバリバリ走られてるみたいです。今日は58ドライブさんのロードスター、 ND ロードスターでお世話になります。今日は暑いんですけど、せっかくなんでオープンにして走り出していきましょう。ND ロードスター、ここを下げて、でここを引っ張る、であとは後ろにやるともうね、簡単にオープンにすることができるという、この手軽さがいいですね。よいしょ。
これでオープン完了。めちゃくちゃ早いね。暑いんですけど、まあ走り出しはオープンで行きましょう。よし、それじゃあ行くか。おお、いい音がしてる。よし、じゃあ行くか。初めての NT ロードスター動き出しました。いやー、あ、でも乗って 5m、 乗って 2m ぐらいだけど、なんかしっくりくる感じはあるね。サイズ感とかがいいのかな。うわー、いい。うわー、これがロードスター。それじゃあ行ってきます。いいなー。でもね、本当にちょっとだけしか動かしてないけど、本当にね、運転しやすいだろうなっていう感覚はあるんだよね。クラッチのミートもいい感じだし。うわー、うわー、気持ちいいな、この辺。うわー、アクセルにね、少しだけ足を乗せてるんだけどね、もうエンジンがぐんぐん回りたがるようなね、そんなフィーリングがあるね。こう力とかトルクでガーっていくんじゃなくて、スーッとこうエンジンがね伸びていくようなフィーリングがめちゃくちゃいいな、これ。このなんかね、エンジンがこう回りたがるフィーリングっていうのはすっげえ面白いですね。100m ぐらいしか走ってないけど、これは絶対におもれえし、シフトフィーリングもいいね。あー、これは面白い。もう興奮が冷めやまらないんですけど、さすがにこの夏にオープンは暑いんでね、ちょっと屋根閉めてエアコン効かせながら走っていこうかな。それじゃ、沖縄旅ね、この ND ロードスターと一緒に巡っていきます。本当は1泊2日の予定だったんですけど、このロードスターを前にしたら、いやー、1泊2日よりもっと乗りてえなと思って、急遽2泊3日に変更しました。なので3日間ロードスターくんよろしくな。よし、じゃあまずはコンビニ寄ります。はい、ということでちょっとコンビニにやってきましたけれども、さすがに暑いね。これだけ暑いとオープンはちょっと厳しいですけどね。でもかっこいいな、このロードスターね。ウインカーとかもこんな感じに光るんだぜ。あ、新しい車はいいぜ。ね、普段 Z に乗ってる僕からするとね、ちょっとコンパクトなサイズにも感じるけど、でもね、デザインのせいなのか、ちょっとね、なんか実際の大きさよりも大きく見える気はするんだよね。ND のロードスターを見るといつもそう思いますね。この横型のテールランプとかがそう見せるのかな。いいね、色もなかなかシックでいい感じだしね。しばらくこうやってぐるぐるロードスターを眺める日々が続きそうですけど、ちょっとコンビニで飲み物を買ってきます。グワバチャにしました。ちょっとね、珍しいのあると買っちゃうよね。いやー、いいなー、かっちょええな。よし、それじゃあね、今日朝ごはん食べてないんで、これからどっかでご飯を食べようかなと思いますね。あ、まずは沖縄そばとかそういうの食べたいよね、沖縄来たからね。それじゃあ、走り出していきましょう。さあ、この辺にですね、58ドライブさんから教えてもらったパーラー徳ちゃんっていう、なんかね、沖縄そばやっているお店があるんで、そちらに向かってます。結構路上駐車が多いですけど、こんな感じに車を止めていくのかな。お店はこの近くみたいですが、あったあった、右手にありますね、ここだ。僕もどっかに車を止めて、行ってみようと思います。ここがパーラー特茶、三枚肉そば、ソーキそば、かき氷なんかが書いてますね。パーラー特茶のメニューはこんな感じ、ソーキそば、三枚肉そば、特茶そばとあります。その他にもサンドイッチやお弁当なんかもありますね。
ゴーヤチャンプルのお弁当美味しそうですね。今回はソーキそばにしました。ソーキそばの波を買いました。美味しそうな肉が乗っかってます。でちょっと暑いから飲み物も買おう。このドクターペッパーもね気になったけど、せっかくなんでやっぱりルートビアでしょ。ペットボトルのルートビア買ったことない。120円で売ってるんだね。よいしょ、うん、よし、じゃあいただきます。乾杯。相変わらず変わった味がするけど、だんだんうまく感じてきたな。これやります。おいしい。柔らかい。豚肉がトロトロでうまい。トクちゃんから南にだいぶ走ってきて、今瀬長島っていうところに来ました。沖縄の中でもさらに一段とリゾート地っぽいところですかね。この辺り海が綺麗だね。本当に綺麗。沖縄って言ったらこの海の綺麗な色だよね。ロードスターもねこういうところによく生えるんだな。本当に本当にこれを借りてよかったですね。で普段走ってるのよく見かけますけど、こうやってね自分が運転している立場だとまた違って見えますね。一段とねかっこよく見える気がするね。いやーいいね。沖縄と同じぐらいロードスターも素晴らしいですね、はい。まあ、とにかくね綺麗な海とロードスター最高ですね。さあ走り出していきましょう。この辺はね いろんなお店があるから、まあできたら茶でもしばきたいなっていう感じなんだけど、うん、次から次へ車が入ってきてるから、ひょっとしたら駐車場が止めらんないかもしれない。まあ、ひとまず行ってみようね。この綺麗な沖縄の海を見ながらねコーヒーとか飲んでみたいよね。なんか憧れるよなそういうのって。まあまあとりあえず行ってみようじゃないか。お、今ちょうど飛行機が目の前に。すげーね。こんな風にね瀬長島の綺麗な海を見ながら、お店もいっぱいあるからさ、こうコーヒーとかお茶をしばくっていう人も大勢いるんだけど、今日あいにくお盆前っていうことでちょっと車が多いみたいだね。こんな風にね左側路駐して止めたりするみたいだけど、空きがないな。うーん、まあしょうがないか。まあでもせっかくだからねちょっと歩いて、遠い駐車場になるかもしれないけど、どこか車を止めて、ここに来ようと思います。まあ、とにかく沖縄でもね人気なスポットですね。駐車場を止めました。結構この58ドライブさんステッカーも活かしてるよね。さりげない感じでいいね。さあここからさっきのおしゃれスポットまで200-300メーターぐらいかな。ちょっと歩いて行ってみようか。ちょっと歩いて到着しました。これはハイビスカスかな。沖縄っぽいお花も咲いてます。で沖縄っぽい看板もある。シーサー注意だそうです。でなんか階段があって上までお店があるのかな。あーすごい、テラスからはあの飛行機の離着陸もよく見えるね。これはなんかスムージーとかフロートとかタコライスのお店があるんだけど、まあ、こういうテラス席でいただくこともできると。いいね。あ、コーヒーもあるじゃん。
あ、こういうところなんだね、砂ヶ島っていうのは。はい、ということでね、バリカフェさんで、飲み物を注文しました。今日はね、テラス席でいただきます。注文したのはアクアマリンです。おー、ストローが2本刺さってる。空気を読んでね、ストロー1本だけでもよかったんだぜ店員さん。行き場のない2本のストローがね、マジでこうね、泣かせに来てるんですけど、まあね、僕は YouTube をやってるんでね、そうですね、こういう時もあるんです。みんなを勇気づけたくてね、このアクアマリン注文していました。みんなもいいんだぜ、何でも注文していいんだからな。ストロー2本刺さってるやつを1人で飲んでもいいんだから、とりあえず元気に今日も生きていこうぜ。そんなことを伝えていきたい。店員さんがね、撮影ですかって聞いてくれた。ここにマイクがついてるからね、撮影なんだろうかっていうんで声をかけてくれたんだけど、まあ、嬉しいような、そっとしておいてほしいような、そんな気分でしたけどね。沖縄に乾杯。美味しいよ。味はすごい美味しいです。まあね、一人で来るのもいいけど、誰かと来た方がもっと楽しい瀬長島、こんなところですかね。またロードスターで走っていきましょう。この飲み終わったコップを店員さんに返すとき、俺どんな顔で返せばいいんじゃろうな。ふう、店員さんの素敵な笑顔に救われましたね。いや、本当美味しかったです。さあ、ぼちぼちロードスターの元に戻ろうかな。ん？なんだこれは。ん？恋のテラスだと。そんなもの、う、あれは金がある。ねえ、鳴らしとくか。鳴らさなきゃいけない、そんな義務感感じる。よし、全国のカップルに幸がありますように。さらに深い傷を負って、僕は瀬長島を後にします。さあ、行きますかね。ロードスターだけが俺の心を癒してくれるんだ。よし、出発。で、次の行き先はね、平和記念公園、こちらに行ってみようかな。ちょうど盆が近いということもあるしね、平和の尊さをまた学ぼうじゃないか。ってことで、県のね、沖縄の南部にある平和記念資料館か、こちらに向かいます。でもほんとね、ロードスター乗るとすぐご機嫌になるよね。ほんと気持ちいい車だわね。シフトフィーリングも最高。しばらくドライブ、こっから 2,30 分で着くみたいです。ロードスターで流していきます。ほんとね、街中一速二速回しても面白いし、バイパスは6速だと結構回転数抑えられるから、クルージング性能もね、なかなか丸って感じでいいね。懐が深い車だなっていう、そんな気がするよね。よし、ここ右ですね。平和記念公園の入り口まで来ました。よいしょ。やっぱりこういった場所はなんか雰囲気がガラッと変わるというかね、そういうところがありますね。ちょっとビビって止めすぎたかな。前に防滴隙間があるけど、まあまあ、ロードスターは全長が短いからね、プラマイゼロだろう。よし、お留守番よろしくな。行ってきますか。はい、ということで平和記念公園に行ってきました。ちょっとね、撮影はねできないみたいなんで、撮影はしていないんですが、まあ、1時間ぐらい記念公園歩いて、資料館も行ってきました。で、記念公園の方はね、平和の礎っていうものがあって、
それは沖縄の戦争で亡くなった方の名前が刻まれた石碑みたいなのがずらーっと並んでるんですけど、まあ、一人一人ね名前が書いてあるとは言ってもその名前の数が多すぎてねちょっと本当に、まあ、ピンとこないぐらいのね、まあ、たくさんの人の名前が刻まれていましたが、まあ、そんな場所とかねあとは、資料館の方にも、まあ、いろんな戦争の、まあ、生々しい写真とかもあったりして、まあでもそういう写真もね、資料館を訪れてた小学生のね子とかもじーっと見てたりして、あとはね若い人も結構来てたりして、まあ、いろんな人がね、来て平和中のなんか学んでいたのかなと思います。まあ、こういうとこね結構行ったりするんですけど、やっぱり何回行ってもちょっと重い気持ちにはなりますけど、まあ、でもその分ね今のありがたみっていうのを、まあ認識することができるんで大事なんかなと思いますね。はい、そんな感じでした。ね、こんな風にねドライブするとかそういう楽しみがあるっていうのも素晴らしいことなんですね。本当はそういうのを実感しながらまた走っていきますかね。今お昼の3時ぐらいなんですけど、そうだな、海の方とか見に行こうかな。じゃあまた走っていきますか。本当ロードスター乗るとちょっと顔がほころぶというかね、さっきまでちょっと重い気持ちはあったんだけど、すごくねこう明るい気持ちに ならせてくれるそんな車だね。スポーツカーのね本当大切な部分を持ってる車だなと思いますね。よし、楽しいよロードスター。あれからしばらく走ってきて今ね二来金井の道っていうところに来ました。なんかこの先をずっと歩いていくとめちゃくちゃ景色のいい道路を上から見下ろすことができるそんな展望台があるみたいなんでね、ちょっと今から向かいます。特に車止めるところがないんでね、まあ、この辺にみんなと同じように止めてますが、これでちょっと行ってみます。さあこの辺から景色が見えると思うんだが、あーいい景色が見えるね。わあ、沖縄らしい。おお、すげえ。二来金井橋、これだよこれ。これがすっごい見えるね。今ちょうど登ってきてる車たちがいるんだけど、こんな感じのね本当に気持ちのいい道なんだわ。ねえ、夏の沖縄っていうそんな感じの風景がね見えるかな。すごいね。これが二来金井橋の展望台からの景色ですね。もちろん橋もすごいけどね、どこを切り取っても絵になるというかね、どこを見渡しても本当に素晴らしい景色ですね。それじゃあね、この二来金井橋を下っていって今度は海沿いを北上していきましょう。よし、じゃあ今度は二来金井橋をね渡っていきましょう。さっき上から見た道を今度は実際に走っていくね、これもいいよね。僕はね最初僕が今回ロードスター借りた58ドライブさんね、58ドライブさんが確かこのロードスターと一緒にこの二来金井橋の動画を上げてて、でそれを見てねすっげーって思って俺も行ってみてって、ロードスター借りて同じように走ってみてって思って、それでねまあ58ドライブさんを知ったきっかけみたいな感じでしたね。まあそういうねやってみたいことを実現するのって本当に気持ちがいいですよね。僕の動画を見てね、高木さんの動画見て沖縄行ってもう3回も沖縄行きましたみたいな人もねいたりするんだけど、僕は2回しかね今回で2回目なのに
3回目ってすげえなーなんて思うんですけど、でもそういうのが本当一番嬉しいですね。やっぱり行ってみてほしいし、何より自分で行ったら違うじゃないですかね。もっと感動が大きいからね。そういうなんか嬉しい声をたくさん聞けたら僕もまた嬉しいですね。はいはい、ということで未来金井橋走り抜けました。上から見るとすごい綺麗、走ってももちろん綺麗、素晴らしい風景を見ることができましたね。さあ今度は海沿いかな、国道331号を左折していきます。徐々に徐々に北に上がっていきましょう。ほんと今日はねいい天気だね。今ね時刻5時半なんですけど、だいぶお腹が減ってきたんで、ここに行きます。ジェフ、ゴーヤバーガーとかがあるらしいんですけどね、そこにちょっと行ってハンバーガーを食べようと思いますね。このジェフっていうのもね、あのエンダーっていうね沖縄のハンバーガー屋さんありますけど、まあ、それに続いて沖縄らしさのあるハンバーガーショップですよね。よーし、ゴーヤバーガー食べに行こうじゃないか、っていうことでジェフに行ってきます。晩ご飯です。よいしょ、行ってみましょう。ジェフですね。なんかねエンダーはアメリカっぽい感じなんですけど、このジェフは日本のハンバーガーショップなんかな、なんかそんなことをちらっと見たような気がしますが、合ってるかどうかわかりません。なんかねマクドナルドとモスバーガーみたいな感じなんですかね。でここは何なんだろう、ドライブスルーって書いてあるけどね、ここであの注文したり受け取ったりできるのかな。で、旬の苦さ、フレッシュゴーヤジュースとかフレッシュゴーヤソーダとかがあるんやって、ちょっと飲んでみるか、ゴーヤソーダにしてみようかな。ちょっと変わったメニューがあるんで楽しいんじゃないかな、ね、レーヤルバーガーとかゴーヤバーガー、ゴーヤ推しみたいやね。何やこれ、マギーレーヤルバーガー、どういう意味これにしてみようかな。で、あとチキンもね、なんか売りらしいから、チキンもちょっと1本頼もうかな。ということで、今回注文したのがこちら。マギーヌーヤルバーガー。マギーっていうのが大きいっていう意味で、ヌーヤルっていうのは何なんだみたいな、そういう意味らしいです。そして今が旬、フレッシュゴーヤソーダに揚げたてのフライドチキン。こちらを注文しました。どれも美味しそうですね。マギーヌーヤルバーガーはこんな感じ。マギーの名の通りでっかいハンバーガーですね、二重になってます。2階建て構造のハンバーガー、卵とかゴーヤとかそういったものが挟まっています。そして今が旬とのゴーヤソーダ、こちらもいただきます。これねもう衝撃的な苦さでしたね。本当に苦い、眉間にシワが寄るほど本当に苦いです。半端ない苦さで、マギーヌーヤルバーガーね、もうでっかい口でかぶりつくようなそんな大きさで、本当にねこれまた美味しいですね。見てください、こんだけゴーヤがたっぷり入ってる。これはね沖縄らしさとても感じることができるハンバーガーです。フライドチキンは揚げたてでね、もう持ってたらめちゃくちゃ熱かったし、かぶりついた瞬間肉汁が出てきました。割とあっさりしたチキンですが、これもまた美味しいですね。おすすめです。で、このゴーヤソーダ、ゴーヤをあまり食べたことがない人にも味を説明するならば、あのピーマンをミキサーにかけてそれを炭酸水で割ったような苦さ、それぐらい苦かった。でもね美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、今ね夜の7時なんですけど、今日のホテルに向かっております、というか到着しました、デイゴホテルですね、デイゴホテル、今日はこちらにお世話になります。今日は100キロぐらいしか走ってないんですけどね、まあ昨日今日とちょっと疲れも出たかなと思うので、今
今日はゆっくり休みます。よいしょ。お疲れ様ロードスター。明日もよろしくな。それじゃあコンビニでビール買ってゆっくり休みますかね。昨日はルートビア飲みすぎてちょっとビール飲めなかったから、今日こそはビールを飲むぞ。宿に着いたらビールを飲むぞと意気込んでいたんですが、この日もですね疲れがあったんでしょうね。ビールを飲むこともなくすぐに寝てしまいました。なので翌日こそはビールを飲むぞと意気込んで明日へつなぐのでした。次回もロードスターで走っていきます。お楽しみに。